こんにちは、阿部俊樹です。今回ジョー君の DVD に、参加させていただきまして、いろいろ僕の方も勉強させることもたくさんありました。例えば、僕も過去に DVD を出させてもらいましたが、リフティングのところで、僕は中盤の選手なので、回転をかけて、パス出す時も相手のことを考えてボールを止まるようなボールを蹴ったりだとかっていうのを考えたら、やっぱり回転かけてリフティングやった方がその後のプレーにつながりやすいのでやってたんですけれども、ジョークの場合はやっぱりシュートをやっぱりきれいにミートさせてゴールに、流し込むということを考えると、もう初めのリフティングの段階でもうそこからミートさせてリフティングさせていく、もうそういうところでのバードとミッドフィルダーの考えの違いっていうのが出てきて、僕はもう本当に勉強になりますし、やっぱいろんな今のサッカーではディフェンダーやったりミッドフィルダーやったりバードやったりっていう選手が増えてきたので、いろんなやり方を覚えるのも必要なので、本当にこの DVD はいいなと思いました。また子供たちの、プレーっていうのも僕ずっと付きっきりで見てましたが、体験前と体験後っていうところのプレーの差良くなる、本当に全然変わりましたし、これを続けていけば本当に上のレベルに行けるんじゃないかなというふうに感じました。やっぱりジョー君がこう培ってきたもの、経験だったり考え方だったり、あとその意識だったり、そういうところが本当に詰まった DVD だと思うので、本当にこれをきっかけに、ファードを目指す人、また中盤でのディフェンスでもやっぱりこのファードとしての考え方っていうのをやっぱり理解すると、他のポジションの選手もやりやすいと思うので、本当にこれを参考にして、今後のプレーに生かしてほしいなと思います。